名古屋ファッション専門学校の学科紹介・入試情報について説明いたします。本校の学科は3年生のテクニカルクリエーション科と2年生のファッション流通科の2つに分かれています。3年生のテクニカルクリエーション科は4年生大学と同等の124単位を取得できます。2年生のファッション流通科は国家資格や検定を取得しやすい専門性の高いカリキュラムが特徴です。テクニカルクリエーション科はデザイナーやパタンナーなどものづくりの仕事を目指す学科です。デザイナーやパタンナーとして就職するために必要な資格が多数取得できます。ファッション流通科は3つのプランに分かれています。ファッション流通科は人や商品の魅力を伝える仕事や販売、買い付けなどのビジネス系の仕事を目指す学科です。就職先で即戦力を発揮できる国家資格や検定が多数取得できます。学校のサイトから入試・入学情報をご覧ください。ご不明な点はメール・お電話でお問い合わせください。以上で学科紹介・入試情報の紹介を終わります。